さあまだ6秒あります。河村勇輝自ら打ったワンレッグスリー、きた、スリーポイント認められます。ガッツポーズ出ますね。一応 IRS は入ります。いやー、ワンレッグでした。特別指定の田中チカラです。ここもスイッチされている状況ですが、河村相手の連続得点を切りました。大きな一本かなと思いますね、このシュートは、はい、これで一気に流れを本当にやってきましたね、横浜は。ここも河村へインサイド仕掛けていく、一旦外へ回して、河村ここにいた、さすがですね。伊藤がコートの中にいる状態、いいですね。ここはカットしていって、ヒールからイージーレイアップ。河村この第2クォーター最後どんなプレーを選択するか、自分でいった、スピード側でフローターで決まってエンドランです。できればファールをしないように、スリーポイント打たれないように、河村時間を使うタイミングを伺います。そしてトップからのスリーポイント、これも決めていった。シュート狙ってますよ。クレモンズは前半はブロックもあって、クレモンズここもちょっとコンテストタイプ、河村勇輝が後半やり返す、マッチアップする形になりました。このマッチアップには一旦場内は来ないか。オリバー合わせて、うわ難しいシュート、よく消えていきました、オリバー、はい、ただもう距離もありますし、はい、ワンハンドで、まあ、これよく決め切りましたよね、はい、まあ、河村のノールックも見事なんですが、はい、よくここに期待に応えた。前半も残り間もなく1分、河村勝利演奏をクックスが見せる、わー、ここノールックでユートフだ、はい、一番らしさがありました。そしてこれすごかったですね、ノールックでユートフ、はい、この後の展開にも生きてくると思います、はい、キング選手がオールがついていますが、その後このスタートこれも引き離して、最後は対策と分かってても止められない、はい、いやこのプレーです、後ろ、うわこれよく、まあ、しかもそんなにジャンプしてないっていう、はい、いやそうですね。河村からあと中に通して快速とエンドラン、今日も河村快速ラインが通ります。お互いのガッツポーズが出ました。ここでね、ノールックでね、河村勇輝死ぬかわからない、ここなら快速が取ってくれるコース、はい、そしてそれをタップシュートでねじ込む、もうシンプルにトランションでいっていいと思うんですけどね。河村の3ファールもらってバスケットカウント、河村勝利、このバットを3つ